おはようございますポケモンスリープを介して388日目の朝でございます。時刻は6時37分です。えー、外はかなりの大雨で昨日に引き続き今日も朝活はできず、えー、家の周りから出れないで家の中で過ごすかなともう昨日はずっと小説をちょっと読みながら将棋のね対局をずっとしててで昨日も12時前に寝てちょっとこのもうボロッ。 カス負けなんですよ。これ、正義って不思議なもので、やればやるほど強くなるんですけど、やればやるほど深みにはまって、何を、何がしたいかわかんなくなるみたいな。な集中力もなくなるし、みたいな。で、僕が使ってるサイト、相手めちゃめちゃ強いんですよ。だから、ボロカスに負けて、傷ついたまた寝れるわけねえな、みたいな。ちょっとね、将棋しすぎましたね。1日で、100は言い過ぎですけど、50回ぐらいやったんじゃないですかね。ただね、 まあ、睡眠の質としてはかなり良かった気がして、まあ、結局やることないからあ昼寝もして夕方も寝てみたいなあ眠くなったら寝てみたいなあただ明日今日の昼ぐらいからさすがに抜けるんでちょっとね、えー、運動不足がたたってるんで運動はしたいなっていうふうには思ってますねでなんかこの将棋してて思ったんですけど やればやるほど深みにはまるというかやればやるほど下手になっていってるというかなんかそれっていろんな治療法とかいろんなことにもなるなーってちょっと思ってゲームの場合は結局レベル上げとかはやればやるほど強くなるんですごく分かりやすいと思うんですよでも実際のとこって例えば睡眠のことでいいアイテム揃えれたからじゃあたくさん寝れるかって言ったらそういうわけでもないし。 睡眠導入体を飲めばいいのかなって言ったらそれだけでは眠れるわけでもないしと何かやり始めた時とか何、うん、だったらやり始める前より悪くなったなみたいなことってやっぱあるなっていうふうに思ってうーんだからやっぱ結局のところずーっとアプリで何回もやってたんですよで感想戦っていうのがあって対局が終わった後にあとにこの やり方これダメだなみたいななんかそれをちゃんと頭の中で分かってでその上で対局していかないと単純に同じ対局をしつけても結局は強くはならないっていうことなんですけど、ね、今日が8月30だからですよねもう8月31日の話と。 9月1日の話、まあ、この期間に急に言ったってしょうがないからもう夏休みに入る前から言っとかないといけねえんじゃねえかっていうふうに思ってたんですけどもねオリンピックオリンピックオリンピックででねとても残念なことでパラリンピックが開始してもパラリンピックパラリンピックパラリンピックとはならないですよね。 えーまあ、濁してるってわけじゃないですけど他に報道しないといけないことがあるから感出してますけどいやもう連日パラリンピックパラリンピックって同じ規模でやらんとダメでしょうとは僕は思ってますけどね。平平等といいううか公平性というのでいくでくすよだ考えようによってはやっぱまだまだ普及がないから。 そそれこそ上地結衣さんという車椅子テニスプレーヤーの方がいるんですけど、うん、だから藤枝慎吾か上地結衣かとそれぐらい海外ではすごく評価されてるのに日本では過小評価というかあまあもう全然取り上げられづらいって言ってて多分外国からしたらなんでなんて言いたくなるようなレベルだと思うんですけどまあそれがね日本の現実ですからね。 本当はもっとそこに目を向けるべきなんですよ。普通のスポーツ、健常者スポーツよりも。制限がかかって、ある種できることがありがたいっていうね。だから、やっぱ僕も一時、怪我してる時に、怪我してる時に、もう一番思ったのは筋トレしてーでしたからね、だから筋トレしてーと思って体を動かしてーだったから、まあ、そっからね、ジム行ったし、で、ゲームのね、3DS 買う前は、うわ、ポケモンしてーと思ってましたからね、ポケモンハートゴールド買う前は。 なんかその気持ちがどんどん薄れていくとかってやっぱあるんで、まあ、鉄は熱いうちに打,打てじゃないですけどその熱がね高まってる時に一気にやりきるっていうのはやっぱ大事なことなのかなっていうふうに思ってるんで、まあ、睡眠に関してもそうですしやっぱ寝る時間もったいないよねっていうふうに思い出したらその時点で睡眠のことは終了ですからやっぱいかにね睡眠時間たくさんかこうやってうわ今日たくさん寝れる幸せっていうね。 考え方でいければと思っておりますまあ、ますあたね8月31日と9月1日の話はね、うん、また別で撮りたいんですけどまあでも僕は当時、うん、夏休み明けは早く学校行きたくてワクワクっていうようなタイプだった気がするんで、うん、まあ、気持ちはすごくわかるんですけどね定期的に学校行きたくねっていうのはよく言って休んでた気がしますけど今にして思えば皆勤賞って言ってる人すげえなと思いますからね。 なんか就職だとか、その学校、まあ高校とか、まあ中学もそうですけど、面接の推薦の時に、やっぱ、まあいろんなことしてるっていうのはありますけど、解禁症で通ってるっていうのはすげえなと思いますけどね。まあだからなんか踏み,踏み込んでいくと、例えばそれが保健室登校だとか、まあいろんなのがあるんですけど、まあそれでも解禁症っていう認識に今後なっていくんじゃないかなとは思うんですけど。まあね、今日も台風の中でね、